はい、吉谷さんお疲れ様でございます。あのね、私の塾生さんにあの YouTube をしてる方がいて、なんかやっぱりねアンチコメントが入ってたらしいんですよ。で、私はそれいちいち見に行ってないんですけどもアンチコメントが入ってどうしましょうかって、返信すればやっぱり向こうも上げ足を取ってくるしキリがないんですって言われたんで、アンチコメントを書いてる人とね対談を申し込んでみたらどうですかっていうふうに提案したんですよ。で、そうするとね対談を受ける方がいらっしゃったみたいで、対談をしたみたいなんですよね。そしたらね、その方が言うには、あの今までねネットビジネスの教材ってものを買ってきたけども、どれもこれも成果が出なくってインチキだから、どうせお前もインチキだろうと思って書き込みを続けていたんだと。でも実際に対談を受けてくれたりとか、自分の悩みを聞いてくれたりとかね、でなんとか商品が売れるように協力してくれたりっていう、その YouTube の配信者の方はちょっといなかったんで、今回の対談本当にきっかけにしたいですって言われてたらしいんですよ。で、対談をした結果、それの対談っていうのはね一般公開じゃなかったんです、クローズドの対談だったんですけども、なんか本当にねあのいい関係になったみたいで、じゃあ実際に商品を作ってあのティーアップするから売っていきましょうっていうところまで話いったんですけども、なかなか商品が作れなかったり、やっぱトークに自信がなかったりとかで、そのまんまあの消えていったらしいんですけども、非常に感謝したみたいですね。あの本当にずっとねネットビジネスみたいなの参加して、まあ、いろんなあのクレームを入れたんだけども全然取り合ってくれなかったけども、商品買ったわけでもないのにただ YouTube で発信してるとこにクレームのコメントっていうかねアンチコメント入れてたら、怒るんじゃなくてちゃんとね自分の悩みを聞いてくれてむちゃくちゃ嬉しかったと。今まで詐欺師にお金払ってきたけども、そのお金を取り戻せるんだったらこの人に払いたいっていうふうにね言ってましたね。まあ、残念ながらお金がないんでもう新しい塾には入れないってことで、ちょっと商品買えなかったみたいですけども、でもね自分の売り上げを立てる目算が立ったら今度ちゃんと一般公開で対談をしたいっていうふうに言われてたみたいです。なんかすごくいい経験したから、なんでアンチコメント書いた人と対談してみたらっていう久保さんのアドバイスは本当になんかすごく勉強になったって言われてましたね。まあ私もねアンチコメント書いてる人と対談しないでもないんですけども、なんかめんどくさいんでね今の気持ちとしては、やりたいなっていうふうに思うこともあるんですけども、今はそんなことやってもしょうがないなと。でコメントをねあの2つチャンネルやってると、まあ正確には3つなんですけども、あの FX もありますから、もうコメントを読んでる暇がないんですよね。だからコメント、私はコメント書いてる分はほとんど触れないんで、だって政治系チャンネルのコメントって毎日何百件も入るわけですよ、だからね私としてはあのメールを下すった方に対してはちゃんと対応するんだけども、それ以外はちょっとコメントに対してコメント返信ってのはちょっとできないですっていうことをねお話しております。それじゃあ。